後ろの人は謝っとこうかな。多分ダメですね。バイクにつけないと確かダメだったから。緊張だけでもね。はい、スタート通りあと5分ちょっとです。5分ちょっとです。もうしばらくお待ちください。カテゴリー1の選手は本日のレースの中で一番トップの選手が走るカテゴリーとなります。昨年の全日本をこちら飯山で行われた優勝者の、まあ、コースちょっと短くなった印象はありますけど、まあなんか今まで結構ダイナミックだったのがピット裏がえらいちょこまかしちゃって、もう少しこうダイナミックに取れるんじゃないかな、ちょっと残念な感じがしますね。その舗装のストレートから入る右コーナーと、あとは丘の上の頂上のちょっとした階段のところを乗っていくか乗っていけないかで違ってくると思います。全然練習不足でなんとか完走できればいいと思ってます。今日はドライでハイスピードで、テクニカルとハイスピードの組み合わせた感じの、なので林区間とかリズムうまく掴んでですね、うまく走れたらいいと思いますけど、あとまあ平坦区間とかとその踏んでいくところとテクニックのところの、まあ、切り返しですかね。あとちょっとコーナーも同じような感じでミスしやすいところもあるので、まあ、そういうところちょっとミスを重ねないようにしたいと思いますけど、あの全日本チャンピオンもいるのでなんとか食らいついて自分もね、あのどこまでついていけるかというか、若い人たちに負けないように頑張りたいと思いますけど、まあ悪くはないんですけどちょっとまだ上がってない感じがあるんですけど、まあね、若い人たちに頑張ってついていきたいと思います。全然やっぱ去年と違って、あの本当ドライコンディションで、あのほぼほぼ乗車率 100% のようなコースですんで、かなり、ハイスピードなレースになるかなと思います。森の中に入っていく手前の階段がちょっとあのシーマンライダーだと多分乗っていける選手多いんで、でも逆にちょっとミスが出やすいところであるんで、ちょっとそこで差が生まれやすいのかなっていうふうにはちょっと思いましたね。はい、もうロードレースをずっとやってきて、あのかなり仕上がってますし、全日本のマウンテンバイク前ってことでかなりコンディション高いんで、今日と明日いい状態で走れると思います。
しました。カテゴリー1位は澤田時選手、チームブリヂストンサイクリング。カテゴリー1、2位村上幸太郎選手、松山大学がゴールいたしました。3位で、丸山敦選手がゴールいたしました。自分のミスでね、スタート最後尾からでだったんですけど、まあ、前の2人がね、もう最初からちょっと離れてしまったんで追いつききれずにそのままどんどん離れてしまったんですけど、平坦基調なんで誰かとね一緒に走った方が本当は良かったんですけど、2周目ぐらいからずっと一人だったんでちょっと前は追い切れなかったですね。村上選手もちょっと一旦ねペースが折って自分も追いつきそうだったんですけど、途中からペースまた巻き返して上がっていったので、そこにもつけれなかったので、またね次のレースはちょっとそういうことないように頑張ってついていきたいと思います。まあ最初ついていけるかなと思って行くところまで行ったんですけど、もう息が上がって上がって全然そこから呼吸を整えるの精一杯で、まあ、プッシュしようと頑張ったんですけど、ちょっと練習不足気味なところがあったので、まあ、実力の差を見せつけられたなって思ってます。まあ、コースは得意なコースの方なので、まあ、中盤からリズム掴んで乗れるようになったんですけど、中盤までがちょっと走りが悪かったなというところがありました。明日もまあ表彰台狙ってるんで、明日ももっと時さんと接戦になれるように最初から頑張っていきたいと思います。最初から出し惜しみせず、この後大事な全日本と続くんで、しっかり追い込んで走ろうと思ってたんで、最初から先頭に立って予定通り、しっかり追い込んで走りました。このドライコンディションなんで多少は後ろついてくるだろうなと思ってたんですけど、まあ、でも思ってたより早くは引き離せたかなと思います。まあ、今年1年ロードレース取り組んだことで、この飯山毎年走ってるんで違いが分かるというか、平坦区間の伸びでありますとか、いつもだとちょっと踏めなかったところが、今年は踏めてるかなっていう印象がありました。来週は千葉でマウンテンバイクの全日本なんですけど、その次の週、延山をシクロ走ります。年内の残るレースは全部優勝しか狙ってないんで、このままいい調子でいきたいと思います。